リンゴルフの公式 LINE アットができました。ゴルフのね、達成したいな、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのをご用意していく予定です、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します。ぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします。乗りました。乗っちゃった。乗っちゃった。乗っちゃったよ。8番で行きます。はい。乗った。うそん。なんとも言えないけど。だいぶ遠くへの。もう細い木折れない。え、折れなかったの？嘘。最近めっちゃ折れる。ドライブを飛ぶのに、アイアンを飛ぶのに。おいしい。お酒です。はい。すごい絡めてる。だいぶ。だいぶ？うん。危ない。はい。ナイスパー。それでは、はい、ゆりちゃんのクラブセッティング紹介お願いします。はい、ドライバーが、はい、シムマックスです、はい、で3番ウッドが入ってなくて、うん、4番ウッド、4番ウッド、はい、あと5番ウッド、うん、でユーティリティが5番ユーティリティと6番ユーティリティ、うん、でアイアンが6番アイアンから789P で48度のウェッジが入って54と58です。あとはパターです。パター、パターは何ですか、はい、パターはオベッセイのこの形この形こんな形です。なるほどね、はい、あれなんだね、ウッドもなんか種類が、うん、あ、違います。タイトリストとローグとローグ、なんかこれだけ違うなんとなく。アイアンもキャロウェイ。アイアンもキャロウェイです。はい、分かりました。そんな感じです。ちなみにウェアは、ウェアはセントアンドデュースにしました。かわいいでーすかわいいでーす、はい、ありがとうございますじゃあ引き続きお願いします。はい、はい、ドライバーが、はい、ピン、ピンの425、うん、でスプーンも3番もピンの425で、はい、ユーティリティが345って入ってて、ほんまです。うんうん、でアイアンは6番アイアンからピッチングまでがスリクソンで、うん、ウェッジが48-52が本間で、うんうんうん、58だけボーケーの SM8 です。ちなみにアイアンシャフトがスチール、はい、スチールです。珍しくないですか？そんなことない。結構みんなスチール、あ、スチール入れてる。あ、そう、最近クラブも流行ってる、流行ってるかもしれない、うん。あれ、ヒルちゃんもスチール？はい、スチールです。あ、スチール、はい。あ、そっかそっか。なるほど。ウェアは？ウェアは、なんだ？ニューバランスが好きです。あ、ニューバランス。かわいいです。はい、ありがとうございます。いい感じです。いい感じです。ありがとうございます。はい。はい。
あー、そういうこと？止まった。大丈夫だ。あ、あっちダメってこと？いや、わかんないけど、ダメじゃない？ね。黄色い旗狙っていけばいいんだ。うん。普通にあれショートカットいけんのかと思った。全然無理だよ。危ない。完璧。よいしょ。イエーイ。イエーイ。まだこの仕事が回ってない気がする。あ、なんだ。しょうがない。しょうがない。はい。なんか良さそうな。いいですかね。どうでしょうね。見てみましょう。はい。わかりません。方向は。方向は多分いい感じです。いいですね。距離が良ければ、ね。はい。全然ピンが見えなかった。確かに。高校の部活って厳しいの？え、全然厳しくないよね。部活？いや、多分部活高校によってなんですけど、うん、私たちのところはそうでもなかった。ゆるかった。あ、そうなんだ。なんか結構その高校部活入ってた子たちはなんかすごい厳しい上下関係があるみたいな、よく聞くから。他の部活は厳しかったよね。うん、厳しかった。あ、サッカー部とか、うんうんうん、野球部とか厳しかったよね。うん、あ、でも多分ゴルフ部人数少なくて、うん、そんなにね。そうなんだ。スカートとかもめっちゃ短くしてた。制服の制服。なるほどね。他の部活はダメじゃないです。うんうんうん。だから試合とか行くとなんかいつも着た子はスカート短いみたいな。へー。ね、うん、へー。めっちゃ怒られてました。スカート短くて顧問の先生に。受ける。いつも怒られてたよね。いいよねそれ。だからちょっと横チャック上げてめっちゃギリギリまで下げて。もう切っちゃってたんだ。もう切っちゃってたから。そしたら後輩が厳しくなっちゃったよね。へー。下の台からスカート切れないように下に着た子のマーク入っちゃって。え。すごいね。うちらのせいだよ。うちらの代でなんか偏差値下がったの。ロングパット。うまい、入る。お、わ、惜しい。ナイスパー。ありがとうございます。あ、切れない。惜しい。ナイスパー。ありがとうございます。街がすごい。あれどこのゴルフ場だろうね。どこのゴルフ場のこと言ってんの？ゴルフ場なくない？隣横のずっと先の。あっち？え、もっと右の。あれ？あれ畑で？え、そのあれ畑で？そのあっち？あっち？あっちの山？はい。うん。あんなあっち？うん、なんだろうね。それは分かんなくね。これね。どうしたの？あれかと思った。畑だけじゃん。畑だけ話してんのかと思った。なんかティーグランドっぽいよね。うん、ティーグランドっぽいけど。なんでティーグランド？あれはやばい。どこのゴルフ場だろうって言ってたらやばい。なんで？畑を言ってんのかと思った。あ、あっちも？あっちもここ？仲間？へぇ、仲間。同じコースかな。すごいね。すっごい。すごいね、なんか。でも今日左引っ掛け品だから。ちょっと気をつけて、右狙おう。
やっぱり。おー、問題ないっしょ。抜けた。抜けた。わー、うまい。なんで？行くわ。パーム左行く？じゃあちょっと右で行きます。落ちてきてる。右。うん、小さい動きの間。うん。すごい。なんでそんな見える？めっちゃ右だった。はい。うん、ナイソン。ありがとうございます。はい。左側。左側に行きました。ここら辺です。目土、ありがとうございます。うん、今追い出たくなっちゃいました。すごいねこれ。ねやばいよね。結構目土だからって。実際発動した方がいいんじゃない？ね。何それ。目土体ね。あれ目土体ってさあれやってコースをなんか多分多分回らせてもらえるんだって。あ、最後に。ね、あ、なんかそういうなんか目土隊みたいなのがいるんだよね。あ、そう。いたじゃん。部活のおじさんとか。おじさんとか。いたね。おじさん。あ、そういうこと。目土隊が一緒に行かないでね。それでもあれじゃないよ。そうそう、だからなんか言ってるって。惜しい。はい。あ、合う。超曲がってて、超曲がっててやる。だよね。やばい、そこめっちゃ最後もらった。はい、はい、まだ厳しいな、厳しい。入ってたね。ちょっと怖くてしっかり打ったらめちゃめちゃ強かった。パーだけど。切れるかなと思ってすごく強くてなんかしょうがない。誰もが入ったと思ったでしょ。うん。そういう技もあるわけ。分かった。でも別にさ出さなくてもいいよ。そう、出さなくてもいい。カップからね。そうそうそう。いらないよね。そうそうそう。